皆さんこんにちは、オカピー卓球ライフサポーターです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。まあ今ね、最初に動画ね、回転マシーンでこう打ってる動画を見てもらったんですけど、これね、潰れちゃいました。潰れちゃったんですね。ひまがちゃった。で、僕の上げてる動画を見て、たくさんね、回転マシーンご購入ご予約ね、いただきました。本当にありがとうございます。でも僕が出してる動画は、通常のこの使い方とは違う。ね、通常はこうやって、でこうドライブをするっていうね、ドライブをするっていう使い方するんだけど、それとは違うやり方をお伝えします。なので下手するとこのように潰れちゃいます。今回の動画はこうなった時の対処の仕方っていうのをお伝えしたいなというふうに思います。ならないように慎重に練習はでもしてくださいね。でこれ材質はアルミなのですぐに曲がっちゃいます。当然こう押さえつけるようにしたら潰れちゃいます。でそうならないようにやらなきゃいけないんだけど、どうしてもこうなっちゃいますからね、気をつけてくださいね。でまあこれをじゃあ今から直してみます。はい、じゃあ今からこれ直すんですけど、もう本当アルミなんで手でやってもらえれば直ります。クイッと。で大体こう潰れる時はこうなってるのがこう開いちゃうんで、でボールが当たっちゃうんで、これをこっちに戻してあげます。で反対側もするとこう隙間が開くようになるんで、回転するようになってきます。でまたドライブをですね、よいしょ、こうかけて練習ができるようになってきます。カットの時ね、カットが多分一番難しいんですよ。こうやるんですけど、この時にこう当たっちゃうんで、こうですね、気をつけながらやってみてください。でサーブやるときも、例えばこう横回転サーブを出すときも、本体の方に向かったベクトル方向を向けるとバーンってぶつかって曲がりやすいので、そこはこう逃げるように、何もない空間の方に力が一旦伝わるようにやってください、どうやったら見えるかな、こう見やすい、こんな感じですね。こっち向きでやったらガンって、そうこっち向きでやったらガンっていっちゃうんで、こっち向けてやる。これ反対にしても、反対にしたらこうですね。そう、ここだけ注意してください。こうなら、力が当たらないように逃がしてやってみてください。はい、今回の動画は以上になります。この回転マシーンの扱い方ですね、あとはクラッシュした時の修正の仕方というのをお伝えしました。本当ね、これすぐ曲がっちゃうんで、まあすぐということはすぐ直せるんですけど、気をつけてやってください。で僕のラワーもこのようにはい、切れるぐらい失敗しております。その都度直してます。決してこれは不良品ではございませんので、
自分で直して自己責任のもと僕の動画を参考にしてやってみてください、はい。まあ、この動画いいなと思いました。グッドボタンって言ってもね、なかなか押せるもんじゃないと思うんですけど、まあ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。一応あの昨日出した動画で、ね、冷蔵庫にペチョってくっつけてね、いろんな技術も家でできますよっていうことを出したんですけど、一応あれで完結っちゃ完結なんですけど、実はまだちょっとね思いついたので、また後日動画を撮りたいなというふうに思っています。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ気をつけてやってくださいね。はい、あのこちらのね卓球亭さんは回転マシンなんですけども、今大好評でですね、10日で60個売れちゃったっていうぐらいね大人気商品になっておりまして、今ソールドアウトになっております。今再入荷をね発注かけたらしいので、多分6月の初旬ぐらいに入るんじゃないかなっていうことらしいです。はい、なのでまずご予約のね卓球亭さん電話していただいて、オカピーの動画見たというふうに言っていただければ、予約していただければ優先的に回るようになっていきますので、はい、ぜひぜひお電話してくださいね。で僕の方でも在庫を少し持つようにしますので、もし卓球亭さんなかったりとかしましたら、僕の方に概要欄に Facebook とか Twitter とかね、そちらの方のリンク先貼ってありますんで、そちらの方からダイレクトメールいただければ対応させていただきます。まあその場合送料とかいろいろかかっちゃいますけどね、はい、よろしくお願いします。それじゃあまた。